今日は、うん、前回、はい、だいぶ前にですね、うんうん、年末年始にこうアップしようご紹介しようと思ってた、顔ヨガ先生覚えてはりますか？あ、はい、ね、そうそう、はい、その顔ヨガをですね、うんうんうん、本日あの皆さんに見ていただきたいなと思って、うんうんうん、やっとです、倉田氏ですね、はい、なのでちょっと倉田氏なのでオープニングを、うん、あの別で撮らさせていただきました。はい、はい、ね、では服もちゃいますけど、はい、では皆さんちょっと顔ヨガ楽しんでいただければと思います。どうぞ。皆さんこんにちは、ブラスアミューズです。今日はですね、何もない、なんと私たちが、うん、さらに美しく噛んでるならやかというですね、はい、先生をご紹介したいと思います。顔ヨガのですね、中村奈美さんです。はい、ではですね、はい、堀江先生、顔ヨガって知ってはります？顔ヨガって、はいはい、顔でヨガするのかな。私経絡ヨガの先生すごい知ってます。顔ヨガっていうのはね、表情筋のストレッチなんですよ。表情筋って顔に筋肉があるってことですか？そうなんですよ。顔の筋肉、表情を作る筋肉、表情筋っていうんですけれども、この筋肉なんですけど、この顔の中になんと60種類あるって言われてるんですね。筋肉が？そうなんですよ。60あるって言われてるんですよ。数えられんな、うん、10、20、30、40の違いでもこうやって笑ってる時でもこう使ってるやつですね。そうですよね。やっぱり我々ほら、うん、気になるのはほうれい線とかね、うんうん、あとこうリフトアップとか ね、そうそう、だんだん垂れてくるからね、うんうん、でもそれも鍛えれるんですか？そうなんですよ。私はちょっと飽き性なんですけど、例えば1日にどれぐらいやったらいいんですか？1日にだいたい 2,3 分やったらいいって言われてるんです。2,3 分やったら、まあ、テレビ見ながらとか20分やれと考えたらそうなんですよ。いやいや、経絡インストラクターの方が何をおっしゃるの、ね、この自分を追い込むのがあかんからね。いや、もう経絡ヨガ楽やから続くんですよ。顔ヨガって難しいんですか？いやいや、もう誰でもできます。何ですか？誰でもできるで美しくなるね。え、どうしようこれいやじゃあ1日3分をどれぐらいしたいんですか？だいたいね、1、2週間続けてもらったら、どうしたんって言われるぐらい顔が変わるって言われてるんですよ。じゃあちょっと顔痩せたりとか、むくみ取れたりとか？むくみ取れます。なんと、これお正月とかチャンスちゃいます？ほんとほんと、ねえ、正月明け、ね、どうしたんって言われる。顔ヨガしながら経絡ヨガいいね経絡、ここにはあんまアプローチせへんからね、うん、だからここやって、あとは体は経絡ヨガでね、あらま、いいね、コラボでやっちゃいます。ほら、なんかね、やっぱりこのコロナの状況でね、やっぱりお外、うん、なかなか出れないと思うんでね。でも家族みんなでできるんですよね。小さい子供さんでも OK なんですよね。じゃあもうみんなね、おじいちゃんおばあちゃんとか、うん、ちゃんもう、OK、です、ちゃうで、引っ張りながら、引っ張りね引っ張りをしますねでも1日3分で 2週間ぐらいで顔が変わるって、やっぱ女の人にとって嬉しいですよね、うん、化粧の色も変わりそうですよ ね、 ね、そうですね、変わる、うん、あ、化粧の色変わるもうね、いい加減ほら、化粧のノリが良くなるってことは肌のコンディションが良くなるでしょ。まあ、ね、まあ、ね、でも私ほらしないから、うん、コンディション大事。でもあの毛穴の締まりとかね、うん、そういうのもなんか気にならなくなるかもしれないですね。いや、変わると思います。まこちゃん先生のですね、あのこう見られたくないという写真を今ボンって出してると思うんですけど、この可愛いよね、使用前使用後、まさに使用前使用後です。この使用前使用後、はい、ご覧いただいてピンときたらですね、次今見たいですよね、やりたいですよね、今はしません来週ですね、実習編をしたいと思います、はい、なので今回はちょっとした説明なんですけど、他何か付け足すことあります？顔ヨガでちょっとこうした方がいいよとか、本当、うん、ね、そうですね、思いっきりやってくださいっていうことと、いいです、うん、
呼吸を止めないっていうところがポイントです。やっぱそこはヨガ共通するところですね。呼吸止めない、だって顔ヨガですからね、鼻から吸って口から出してみたいな感じですか。そうですそうです。はい、なのでそこは誘導しますので、はい、もう一回ポイントお願いします。1個目が思い切りやる、恥ずかしがらずに、はい、で2つ目呼吸を止めないこと、そこは誘導します、はい、でこれを気をつけて次週私たち、うん、実践、次週まで待てない方は、はい、ね、あの中村先生のフェイスブックなんかでもね、そう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 、ちょっとこういろんなことをちょっと時々アップしてくださってるので、ね、この概要欄に貼り付けとくのでね、うん、ご覧いただけたらいいかなと思います、はい、では次週私たち実践編、うん、美しくなっちゃいます。春になったら顔が変わってるかもしれない。どうしよう、これこんなちっちゃい顔だったりして。ではあの今回軽い説明なので、はい、詳しい説明ですね、来週どうぞお楽しみにしてください、ね、見ていただいて、あの中村先生の Facebook も見ていただいたらいいかと思います、うん、はい、ではこの動画をご覧いただきましてありがとうございます。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたしま す。では来週実習編、顔の準備しててね。